県内は高気圧に覆われて青空が広がりました。強い日差しが降り注ぎ気温を押し上げました。各地の最高気温は三島で 31.7 度、静岡市清水で 30.7 度を観測するなど、県内5つの地点で今シーズン一番の暑さとなりました。29.6 度と真夏日一歩手前まで気温が上がった静岡市の中心部では、暑いですね。なんか頭皮も焼けちゃいそうなくらい子供がいるので、ちょっとこれからどうしようかなって、本当に今日公園に行って悩みました、ね、水遊びかなとは思うんですけど。暑い、暑い。静岡市葵区でかき氷を販売している店では、5月の後半ぐらいからですかね、ちょっと早いんですけど、はい、もう始めてます。ピークは8月頃ですかね、やはり、はい、身長は多い時で多分5、60回ぐらい出ると思います。